女の子の手紙の文字は「尖りながら震えている」「ガキのくせにと討たれ少年たちの目が年を取る」「緊急裁判結果発表」1か月に及び 切磋琢磨えー、結果が出ました「歌ってほしい」369票「歌ってほしくない」47票というわけで得意の考察では歌うことが決まりました「<laughs> ようそこのわけの俺の言うことを聞いてくれ」 俺の胸には赤い稲妻アクセル全開カンナのフィーバー夜明け前の薄暗い道を笑顔,笑顔が止まらない踊る心止まらないど 破り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 ゴン破り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 りゴン包丁はさみ一息ついてから最後に僕の本当の気持ちを書いた「君と中ありふりオマイその日は。 眠れなかった「はあ、おいお前頑張れや俺がそばで見ててやるから」<laughs> 私「あたし中卒やからね仕事をもらわれへんのや」と書いた女の子の手紙の文字は」 尖りながら震えているガキのくせにと頬打たれ少年たちの目が年を取る悔しさを握りしめた拳の中爪が突き刺さるワイと戦う君の歌を戦わないやつらが笑うんだろう 「ファイト冷たい水の中を震えながら登ってゆけ」